忙しい子ね。泣いてたと思ったら、すぐ元気になって。うん、そうだね。私たちの一日は礼拝堂で始まる。主に捧げるお祈り、神父様やシスターのお話、そして聖歌。みゆさん、ため息なんて珍しいですね。どうかなさったんですか？あ、はるなちゃん。ううん、なんでもないの。大丈夫。ならいいのですが、無理はなさらないでくださいね。聖歌隊の練習でもお疲れでしょ？ありがとう。でも本当に大丈夫だよ。聖歌隊には私が好きで参加してるんだもの。それにね、マリア様の前で歌ってると私なんだかとても清々しい気持ちになれるの。みゆさんは本当に敬虔な心をお持ちなんですね。それにあの美しい歌声、私みゆさんはこの学院に使わされた天使なのではないかと思ってしまうことがあります。天使だなんて、そんな、恥ずかしいよ。あれ？はるなちゃん、肩に蛇みたいなものが。え？蛇？私、蛇はダメなんです。取って、どなたか、取ってください。落ち着いて、はるなちゃん。それ、おもちゃみたいだよ。え？あら、ほんと。しかも手縫い。くっ、よく見ると可愛らしい顔なのが逆に腹立たしい。この宿女ばかりが集うアリスガー学院で、こうも低俗ないたずらをする人間といえば。へっへっへー。うなぎくん作戦大成功。くるみちゃんお見事なの。昨日頑張って作ってよかったね。